感謝の気持ちを込めたオリジナル曲一曲お届けします。皆さんの中の生活の中でも、ね、お世話になっている方とか大切な人、ね、それぞれいると思うんですけど、愛で溢れる言葉は大切に、ね、常日頃から、ね、牛の前にうざいぐらいに届けるのが僕はすごくいいと思ってます。素敵なことだと思ってます、はい。なので僕もお世話になっている方々に、向けて作った曲があります。ありがとうという曲です。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。